母さん。はよ。おはようございます、島川です。おはようございます、南波店村上です。はい、今日は、はい、どんな動画かというと、はい、村上ちゃんをただただほぐすっていうね。はい、ありがとうございます。はい、動画したいと思います。はい、毎日ご苦労様。どこがしんどいんだい？今日は、うん、どっちかというと右がしんどいです。うん、右の首筋からこの辺まで、はい、ずっと、はい、一本の線がある感覚でしんどいです。あ、そうなんや。はい、もう右ばっかりがしんどいねんな。はい、そうですね。どっちかって言ったら右の、どっちかって言ったらね、はい、OK です。あの、違うね、浅井さんをただただほぐすっていう動画も撮ってるんだけど、はい、今回村上ちゃんをただただほぐすだけの動画です。ありがとうございます。で、まあそのほぐしてる、ね、動画で参考になる人は参考になるだろうし、で解説をしながらやっていこうかなと思います、はいはい、じゃあ村上ちゃん、はい、その何ガチガチの右側を、右側をじゃあ上に向けて寝なさい。はい、上に向けて寝なさい。上に向けてガチガチを上に向けて寝てください。はい、じゃあ行きましょうか。はい、まあ、ここはしんどいということで、はい、まず背筋を狙いに行こうかなと思います。で、まず効かさなければいけない、しかもまず手押しで行くということだね。で、触った時にああすごいなと、ガチガチやなっていうのがあるので、広い面の肘で行ってみましょう。ぎゅーぎゅー、今低気圧でしょうか。はい、はい、もうちょっと欲しくない？あ、若干あってもいけるかな。いけるかなって感じだな。 OK、はい、です。はい、で次当たりを変えてもう一回行こう。しかしよく凝ってるわ。分かりやすいね。凝ってるっていうことは分かりやすいですからね、うんうん、でまず背中を行きました。この上の方がね、はい、反応ありますね、はい、首からやもんな。そうですね。で、今左手疲れてきたんで右手でいきます。で、右手を使える部位に移動しました。しかもその全く関係ないところを狙うんじゃなくてね、さっきまでの流れを途切れさせない部位に移動していきますよ。はい、肩甲骨、内側、うん、この下にあるね、腸肋筋ですね、うん、よく凝ってますね。ドーン、はい、ドーン、じゃあ一本内側のその最長筋いってみましょうか。ドーン、で凝ってるからといってね、そこばっかりするのは良くないです、はい、2往復ほど行って行って効かせれば、とりあえず放置、違うところに行くっていうことですね、まあ、これも前々回ぐらいの動画で言ってますけどね、こう小分けに効かすっていうのが大切やね。で、右と左と上手に効かす、右手と左手とうまく使ってね、交互に使ってね、この疲れてる指をこうプルプルしながらやり続けるというのは良くないよね。左手も使えるようにするっていうこと。で、手変えましたよね。今また右手から左手に変えて、はい、で肩上一線いくよ。ドーン、
閉まってきたら並べちゃう、うん、よいしょ。いや、なおちゃんしゃべっていいねんね、静かやけどなんか今ここの空間がちょっと緊張感が漂うよね、うん、そろそろ首に行こうかな。はい、じゃあ首いきまーすっていうことでこっちに行きますよ。あの施術の流れっていう動画も出したんだけど、やっぱ施術の流れってね、人それぞれじゃないですか、はい、全員が当てはまるこれっていう一つの答えがないんですよ、はい、説明する時っていうのは難しくて、答えがね明確にあればそれを言えばいいだけだから簡単なんだけど、はい、やっぱその人の凝り方、疲れ方に合わせて流れを作っていかなければいけない、それのコツは存在するんでね、はい、それをこの前動画にしたんだけど、なんかやっぱ難しくてね、うまくあれやな、もう一回作り直したいなっていうのがあって、でただ言えるのはやっぱり同じところをずっとするのは良くない、はい、小分けにする、そしてその人の凝りパターンを頭の中でイメージする、うん、ね、眼精疲労もあるんやったら頭とか目とか首とかも入ってくるんやろうなとか、うん、ね、眼精疲労って触ってて分かりますか？眼精疲労、うん、そうですね、あの首、あの分解光線とか、はい、そのこめかみとか、あと目の周りの筋肉触れば分かりますね。筋肉って凝ってきたらどうなる？張ってきます。張ってくる。いや、はい、もっと具体的に言える？あの触ったらグリグリっていうかゴリゴリっていうか、うんうん、そうやな、はい、硬さと厚みが出てくるやんか、はい、それで判断する。あ、凝ってる凝ってないっていうのね、はい、おカメラ目線やな。どうもこっちで、まあ、首やりましたと。で、ね、首やったんだけど、首の筋肉ってこう背中の方にも来てるじゃないですか、はい、ね、あの頭板状筋とかね、はい、いや、そういうのも知識入れとかないとダメよね、はい、筋肉、うわ硬いわ、ここ肘入れたいわちょっと肘入れます、はい、付け根ね、はい、ちょっと離れてくれる？いきますよ、はい、ぎゅー、これが欲しかったのかい？来てます。これやな、はい、いわゆる肩の6線やな。肘の点圧で、体重圧ありきでいくんじゃなくて、まずは腕の力で押し込む。しかも骨際はね、ゆっくり押し込んで、ある一定の圧をキープ、そしてゆっくり抜く、ぎゅー。大丈夫？苦しくない？はい、大丈夫です。左右の母趾と、あとは肘ね、左右の肘も付け加えれば、使えるようにすればね、はい、そのガチガチさんでも余裕持ってできます。はい、で肘ってね、あのサボる技術じゃなくて、まあ、確かに休めることは休めるんだけど、すごく有効ですよね、うん、使い方を間違えなければ安全で、しかも受けててすごく気持ちがいい、効く守備ですよね。肘でやったのは、まあ、頭板状筋を狙うイメージはね、
首から来てる筋肉ね。でこの付け根もう凝ってくるやんか、はい、うん、ここっていうのはその頭板状筋の横の、頸板状筋なのかな、あと頸最長筋とか、あとは、その外が肩甲挙筋とかになるね、肩甲骨につながってるね。そういう知識も必要になってきますよね。それが見えてくるとやっぱこう流れ流れ流れが見えてくる。でもう一回肩甲骨のキワキワね、腸六筋ね、胸腸六筋やね、胸の腸六筋で、もう一回背中行こうか。はい、もう一回肘いくよ。トーン。村上ちゃん背中とかさ、あの肩辛いって言ってるけど、はい、まあ施術してるやんか、はい、だから腕もやった方がいいよね。そうですね、うん、はい、だからお客様で、はい、まあ、同じように、首肩背中しんどいとおっしゃってても、はい、その人がデスクワーカーなら、うん、やっぱ同じような傾向が見えるような、はい、あデスクワーカーやったらもう腕をこう常にこう前に出してね、はい、作業してるわけやから脇から腕とかも見てあげた方がいいよね。特にその腕がしんどいって言ってなくてもよ、はい、そうかさん、なんでそんなハイウエスト今関係ないのにまじまじ撮ってます。私あ、これえ、こんなもんでしょ僕のスタンダードなんでね。そうなんですね、うん、すごい新しいスタイルですね。おー、いやもう何の違和感もない俺の中でもねさすが最先端行ってます、うん、そうなんですよ、こう時代は回るっていうからねえ、いつこれが来たんやろうね、回るどこをしてはるの？前鋸筋ですね。あの肩甲骨下角のこの周りの筋肉ね、はい、いわゆるボクサー筋って言われる筋肉、あの腕を前にシュッてする時に働く筋肉ですよね、はい、僕たちも手前に出して静止するでしょ、はい、だからきっと疲れてくる、はい、デスクワーカーも多分一緒、まあ、ママさんたちもそうやんな、家事とかしてたらやっぱ何でもそうやん、手作業って腕前にするからね、凝りやすいよね。これ痛い。大丈夫？はい、大丈夫です、うん、これも肩甲骨にね、関係してくるからね、ほぐした方がいいよね。で、腕な、さっき極下筋ちょっと軽くしかやってないけど、極下筋やって、小円筋、大円筋やって、で腕の付け根行って、二の腕な、二の腕も意外にこれじゃない。はい、上腕三頭筋。で、この時っていうのは支えるね、支える必要があるね。押すだけだったらこの効くわけがないからね、はい、支える。まあ、掴むってイメージかな。片手が無理やったら両手でやる、両手でやる、両手でやる。で三角筋もさね、三角筋もこういう、指先まで来ます、来るな、はい、
ビリビリビリ。で、ここだ。ドーン。三角筋のチューブ、真ん中。ね、肩峰から腕の方に降りてきたら、一個ね、スポンと指が入るところがあるから、そこからスタートする。ちょっと狭いからね、あのカメラ難しいけども。ちょっと見てる人、ちょっとご勘弁くださいよ。もっと引いて本当は取れたらいいけど、これちょっと狭いかな。痛い。痛いよね。痛い、気持ちいい。うん。ぎゅー。疲れる。ね、ね。よし、じゃあ三人分とか。三人。よいしょ。三人やったらね、中指は動くって言われてますよね。トン。めっちゃ動いてる。でも動かない人も中にいるからね。あ、そうなんですか。言います言います、ね、手作業で肩こる人は上もやってあげた方がいいよね。よし、こんな感じで、本当ならもう一回肩いってもう一回首いくけどね、うん、そうやって結局はこう流れとしたら、まあ、背中いって肩甲骨いって肩いって首いってってやったじゃないですか、ね、そういう風に小分けに小分けにやっていけばいいよね、うん、っていう感じかな。気持ちよかった。どうよ。ありがとうございます。めっちゃ軽くなりました。右だけ、うん、伸ばさない。なんか分かる。左の肩甲骨が出てきます。